プロのカメラマンが写真を撮ったらどんな写真ができるかっていうね、なんとなく面白そうやろ、うん、動画とね写真はやっぱ違うよね。まあ僕なんかの時代はね、ビデオのカメラマンといったらね、ちょっと格を下げていたよね。なんというかな、バカにしていたというかな、うん、今はそんなことないやろうけどね、やっぱこう一枚の写真を撮るなんというかな、能力というか技術というか、それとビデオでダラダラとね撮っていく能力とは違う。一枚の写真をピシッと撮る方が能力があるという、そういう意識を持っていたよね。でもね、今はねこの 4K になったらね、この動画からもう一瞬の、なんていうかな、動きを撮れるとなるとね、一枚の写真をピシッと撮るというような能力はいらなくなってるのかな。まあ、今度はね近々 4K で映るカメラを買おうかなと思うんだけど、まあ時代は変わるね。本当に昔の技術というか能力というか、そういうものがなくても機械がそれを補うような時代になってる。何でもそうやね、クライミングもそうやね。ね、機械がなければ何もできないような時代になってくるね。これ本当クライミングでね、ボナッティという人がねいたんだけど、僕の友達が言ってたんやけど、ボナッティは山をやめたんやね途中で、理由はね、道具が人間を追い越すというようなことを言ってやめたらしいよね。なかなか意味深いね。昔の人は偉かったな、本当にね、本当。はあ、まあやめるのが偉いかどうかわからんけど、なんというかな、考えてるね、本当に自分で考えて行動してる。ボナティというクライマーも本当すごい人間だったよ、本当。ドリューを単独で登ったんよね。まあドリューのどっか動画があったわ。まあ、すごいよ、本当ね、あれ見たら。当時あんなことがするというのはね、もう本当すごい人間やったね。まあ、その人の言葉、道具が人間を追い越していく。ね。はいはい。あんたなんかいいわ、なあもねえけん、道具は。よかったの。もう道具はなくても生きていけるの。はいはい。ほんでは仕事をしようかな今から。